これから紹介するエピソードはその時にこの岸辺露伴が実際にこの耳で聞いた恐怖の出来事なのだ。なんですって？実は最近破産した。すごい、全然素敵です。おい、そろそろサインしてもらっていいですか？サインくらいスペシャルサイン。先生、いいか、この話をするのは君の編集部だけだぜ。六壁坂だな、懺悔室、都合村、必要なのはリアリティだ。大里直子、味噌作りで成功した一族の一人娘だから好きなんだ。これでゴルフクラブで殴ったみたいじゃないの。違う、カードのお金の話を。映画が決まったら必ず返すの。クズ野郎、バカから出てけ。個人会だ、行かれてるわ。急げ急げ、倒れたふりなんかして怠けてんじゃねえぜ。俺は戻ってくる。お前が幸せの絶頂の時必ず。一つ言えるか、一つ失うか。プンプン匂うぜ、わざとらしすぎる。岸辺露伴様、サイトラインなさいますか？だが帰る。うわー、まずい、セブンズドア。やめろ、転ぶなよ露伴先生。ゴー。だよ、ダメ、絶対に入っちゃダメ。たまるよ。マナー違反だな、ヘブンズドア。この岸辺露伴を舐めるなよ。岸辺露伴。岸辺露伴は動かない。この後、彼がどうなったかはこの岸辺露伴はまだ知らない。来年か再来年、彼に会いに取材に行くのもいいかもしれない。いつ頃からなのだろう、ずっと昔からか。そんなことはどうでもいい。それに僕は学者じゃなくジャーナリストでもないし漫画家だからな。